河村五蔵8月17日昭和25年3月11日は日本の美術家。海外で活躍した国際的調査家であり、ニューヨークに多くのモニュメント彫刻を完成させたほか、乳牛像、著名人の共造制作で高い評価を得た。長野県薄田町に河村表次郎、セムの三男として生まれる。当園である水彩画家、 丸山万華などの影響により、芸術家を志し、明治37年と米して彫刻の勉強をする。明治42年フランスへ渡り、二国立美術学校へ入学。成績優秀で特待生となる。この間、オーギュストロダンに助手の勧誘を受けるが、考え方の相違でこれを断りアメリカ人彫刻家、フレデリック・マクモニスの助手となる。この後、 マクモニスと組んで、ニューヨーク市に、数々のモニュメント彫刻を完成させていく。大正5年再び都米市、ニューヨークに戻る。同年、ミネソタ州の酪農家、フレッド・パブストを通じて、理想的体系の乳牛像の制作を依頼され、動物学者と共に、全米各地の牧場はもとより、カナダ・メキシコまで出かけ研究する。大正11年、 実に6年の制作期間を経て完全なる乳牛模型を完成させる。牛の生態を克明に表現した、この作品は全米牧畜業大会にて最高の賞を受ける。この頃から牛のゴゾと呼ばれるようになり、その名はアメリカ全土及びヨーロッパの酪農家に知れ渡る。大正13年ホワイトハウスからカルビンクーリッジ。 大統領の共造制作の依頼を受けるなど、名実ともに、アメリカ社会から認められる。昭和14年ニューヨーク万国博覧会の、日本館入り口に飾る、レリーフ、天女の舞を制作する。昭和15年日米関係の悪化及び、紀元2600年宝祝展に、野口秀夫、斉藤博中米大使の共造を出品するため37年ぶりに、日本へ帰国。 しかし、日本での知名度不足や前妻との離婚問題など、諸々の理由により作品は宝粛店へ、搬入できずに終わる。同年、欧米で学んだ技術を、祖国のために活かすべく、世田谷区共同町にアトリエを構える。昭和17年6月、貴族院議員の徳富祖宝羅政財界の人々が、長祖家・河村五蔵講演会を結成するも、 翌年選挙区の悪化に伴って解散。昭和19年日米の海戦により空襲が激しくなり、戦火を避けるため郷里薄田町へ疎開する。疎開先では、アメリカ帰りと軽蔑され、スパイではないかと疑われながら、農地を耕して野菜を作り、敗戦後も昭和20年に GHQ より出頭命令を受け、 新中軍の通訳官の役目を任されるなど、芸術家として、不遇の日々を送る。その後、軽井沢町に転居。昭和22年9月、横須賀基地第四大司令官のブラザー・デッカーの昌兵により、横須賀基地美術最高顧問として、横須賀に転居し、EM クラブの3階の3部屋をアトリエとして、貸し与えられ、デッカーやアイケルバーガー中将など、 新中軍首脳の胸像を多数制作する。その出来栄えは多くの人に称賛され、それを耳にしたダグラス・マッカーサー元帥から、自らの胸像を依頼される。昭和25年3月11日、横須賀市のセント・ジョゼフ病院にて、胃がんにより66歳で死去。未完成だったマッカーサー元帥胸像を、妻しおりと娘の幸子が、 ブロンズに鋳造し完成させる。同年、遺作、マッカーサー原水は、日展大参加に出品され、入選する。さらに、同年11月28日、マッカーサー原水共造の除幕式が、日本橋、三越で行われる。河村五蔵記念館多数の作品や資料は、遺族から、作詞に寄贈され、2010年3月に、河村五蔵記念館が、 達岡城の隣にある五稜郭公園の一角に開館した。全部で492点。ブロンズ像47点、石膏38点、木彫1点がある。またデッサンなど、素描210点、手紙や写真など資料類もある。ありがとうございます。